はい、皆さんこんにちは、こんばんは、流星です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日はですね、1月3日です。年が明けて、まあ、新年としてですね、で今後の社会動向とかですね、まあ、いろいろと予想をしてみようかと思いまして、この動画を作ってみましたので、よろしくお願いします。で、まあ、大きく分けると、まあ、社会動向と、あと今も流行っているあの例の567の騒動ですよね。でこれらについてね、話をしていきます。で、まあ、いろいろ我々の動きとか、あと権力者とかね、支配層とか言われている人たちが、まあ、実際いるんですけど、彼らの動きをね、ちょっと予想していこうかなっていう話をね、ちょっとしていきたいと思いますね。ちょっとあの消される可能性があるのでね、具体的な言葉を使わない部分もあるので、あらかじめご了承いただければと思います。で、今567の騒動なんですけど、まあ、数字がね、だいぶ、まあ、下がってきているっていうのは、まあ、11月ぐらいからね、皆さんも気づかれてるとは思うんですけどね、まあ、そのまま減っていくだろうとは思いますけどね、まあ、あといろんなことでですね、検査をしてまた数字がね、増えていくとかね、そういうこともね、できうるので、まあ、操作できるんですよね、数字がね。メディアと政治家はそういう数字を操作することができるのでね、まあ、その辺がですね、まあ、メディアを見てですね、 100% 信じては間違った方向に行くのでっていうのは、まあ、私は今までも訴え続けてはいるんですけどね。なので、まあ、一旦収まりつつあるんですけど、私が言いたいのがですね、今やっぱり潔癖症社会だと思うんですよね。超潔癖症社会って、まあ、私の言葉なんですけど、昔と比べるとね、どんどんやっぱり人がね、いろんな匂いとかね、雑菌とかね、そういうものを、まあ、社会風潮でメディアで潔癖になるように煽っていってると思うんですよね。だからそれに付随する商品を販売しているっていうことで、潔癖になるために消毒をしましょうとかね、匂いを消しましょうとかね、まあ、昔から備長炭とかね、そういうものがあるんですけど、商品をいろんな化学薬品とかね、そういったものを商品として売りつけるためにメディアが宣伝してますよね。これ私も10年ぐらい前に気づいたんですけどね、どんどん人を潔癖症にさせて、薬とか消臭剤的なものを、まあ、シャンプーリンスでもいいんですけど、洗剤でもね、そういうものを売りやすいんですよね、そういうものを使えばね。なので今回の騒動もそれを助長するようなね、拡張するような騒動だと、まあ、私は見てますけどね。で、今後はそういったものをさらにね、助長させて、我々庶民をメディアによって煽ってですね、そういうものを買わせるとか、まあ、薬を投与するとかね、まあ、注射を打つとかね、そういったものをどんどん働きかけてくるので、まあ、皆さんもね、自分の頭で考えていただいて、これはおかしいなって思ったものに対してはね、注意してね、やめていただきたいと思いますね。まあ、はっきりとちょっと言えないところがね、まあ、このプラットフォームの辛いところなんですけどね、という感じで私はそう思ってますね。うん、これはまあいろんな学者とかも唱えてるんで、私が独断でね、言ってるわけじゃないんですけどね。で、あとですね、今この社会をやっぱり見てますと、個性がなくなっているとかね、多様性がなくなっているっていうふうに気づいたんですよね。まあ皆さんこのチャンネル見ていただいている方はもうとっくに気づかれてると思って話はしているんですけどね、まだ気づかれてない人のためにちょっと話をね、していってるわけなんですけど、やっぱり人の個性を消すっていうのは、まあ小さい子どもの頃からね、小学校とかね、中学校とか学校教育がそうさせてるとは思うんですよね。人目が気になるとかね、人と同じことをしないと爪弾きを受けるとかね、村八分にされるとかね、先生に叱られるとかね。なのでやっぱりその人を管理する上で、我々庶民は個性がない方が管理しやすいんですよね。管理者と管理される側ね、権力者と
管理される我々庶民ね、この2つが今も昔も存在していて、今も存在しているわけじゃないですか。ピラミッド型社会なので、偉い人が庶民を管理する、統制するとかね、コントロールするとかね、いう社会ですよね、今もね。なので管理者が管理しやすいような社会をもっともっと加速させて作っていくと思うんですよね、今後もね。ここまあどうでしょうね、20年とか30年ぐらいで計画を立ててると思うんですよね、政治家とかグローバリストとかね、もっとその上のね、金融資本家とかね、偉い人たちがいるんですけどね。でその人たちがまあデジタルとかオンラインとかね、 IT とかを駆使して、まあデジタル監視社会とも言うんですけどね、管理社会をどんどん強化して構築していくと思ってますね。まあこれは私の個人的なまあ考え方もありますし、多くの世界中の学者とかね、インフルエンサーの方とかジャーナリストの方もまあ言ってますね。まあそれらを踏まえて私の頭で考えて、私の言葉でね、今喋ってはいるんですけどね。なのでそういう管理社会をより強化していって、例えばスーパーシティとかね、いろんなオンラインのまあデジタルカメラとかね、センサーがまあ街中について、まあ我々の行動とか動きを把握するためにつけるんですけど、そういうものをねどんどん変容させていくと思うんですよね。で特定の権力を持った人たちが我々をまあ監視する、まあスマホでもそうじゃないですか。今もやっぱりその人流を抑えるためにそういうアプリがあるよっていうことで政府がしきりに投げかけてますよね。でそれを登録したらいつどこに誰がいるっていうのがすぐ分かるんですよね。だからまあ私はスマホを電源切ったりとかもするんですけどね。だからそのスマホが例えば今後は体内に入るとかね、そういうのももう実際ありますよね。スウェーデンとか西洋諸国とか日本でもそういうものを入れてる人もいますしね。確かに体内に入ってるからいろんな駅のプラットフォームとかお店屋さんの入店とかね、例えばまあ電子マネーでお買い物をするとかね、そういったものが簡単にできるっていうね、便利さを強調してそういったものを売りつけるっていう考え方で今後もねどんどんね販売してくると思うんですよね。なのでまあスマホっていうのが結構便利ですよね。まあ私ももちろん持って使ってますけどね、便利がゆえに権力者がいろんな管理統制するためにいろんなものをね、アプリとかいろんなテクノロジーを駆使して我々に提案してくるんですよね。だから我々はちゃんと考えて判別して、いるものといらないもの、いらないものは受け入れない、従わないっていう風にしていかないと、どん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 彼らの思惑にはまっていきますので、考えた方がいいと思います。でまあ管理社会の話を今しているわけなんですけど、まあ、今後はですね、そういうスマホだけじゃなくてですね、街中にそういうセンサーとかね、いろんなものがね、 IoT とかも数年前から流行ってますよね。物にセンサーをつけてインターネットで、例えば洗濯機とかテレビとかね、電化製品を遠隔で動かすとかね、遠隔で動いてる状況を確認するとかね、自分のペットをまあ監視するカメラをつけてるとかね、そういったものが街中についていくと思うんですよね。で最終的には人間ですよね。人間の体内にそういったものを入れて、もう全体を監視する、まあ神羅万象、万物を監視するっていう方向にどんどん進んでいくと思うんですよね。そのためには順序立てて政治家とか権力者たちが仕掛けてくると思うんですよね。なのでそれを我々が全て受け入れるわけじゃなくて、やっぱりおかしいものは受け入れないようにしないとちょっと厳しいと思うんですよね。でこれは個人の判断とか、まあ私たちの考え方とかね、千差万別なのでね、その辺は統一するのは難しいとは思うんですけどね。私の考え方とかね、あなたの考え方とか微妙に違ってきますのでね、何とも強制はできないんですけどね、まあ、普通に考えてやっぱりこれはおかしいなとかね、健康を阻害するなとかね、これは愛情を感じられないなとかね、これは裏があるんじゃないかとかね、こういうことをすれば必ず
しがらみが出て我々が不幸になっていくんじゃないかっていうのを常に考えないといけない時代が来ると思うんですよね。まあ今も十分そういう風潮はあるんですけど、今後もっとねその統制がきつくなってくるので、自分の頭で考えなきゃいけないと思うんですよね。判断基準はそこに愛情があるかとかね、真心があるかとかね、そういうものを考えて判断しなきゃいけないんですよね。判断基準はそこにあると思いますね、全ては。はい、あとですね、まあデジタル監視社会とかね、あと超潔癖症社会が進んでいくって言いましたけど、あとトランスヒューマニズムって言うんですけど、人間の体内に IC チップをね入れるっていう、まあ今ジェル状のものももう開発されてるって言いますからね、もう髪の毛よりも細いね、もう目に見えないぐらいの細かい IC チップっていうものがねもう発明されてるんですよね。まあ日本の企業でももう開発してるんで、こういうものをね体内に入れて管理者が庶民を監視する、管理するっていう時代がもう今来てるんですよね。技術的には可能なのでね。なのでそれがですね、人間の倫理的にいいのか悪いのかっていうのを常にね我々も考えてね、おかしいものは声を上げていかないとやばい時代が来ると思いますよ。映画マトリックスとかね、昔だとターミネーターとかね、ああいった映画 SF 映画の世界だよって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、ああいう映画っていうのもね、メディアで心理操作を、まあ、してる可能性が高いのでね、まあ、これは証拠取ってないんですけど、まあ、やっぱり権力者っていうのは映画とかメディアもコントロールできる人たちいますからね。だからあのマトリックスとかいう映画も実は予言をしているために、我々の意識づけをするために起こしている可能性もあるんですよね。まあこれははっきり断定できないですけどね。なのでその世界にどんどん誘導していってるような気もするんですよね。まあデジタル IT っていう、まあ便利なツールなんですけどね。なのでこれが発達していってるのでね、日進月歩でまあ純粋にエンジニアが開発していく人たちもまあいるんですけどね。なのでそれを権力者とか管理をする人たちはうまく利用して我々をまあ監視していくっていう時代が今来てますからね。その辺をやっぱり知っているのと知らないのでは全然違うと思いますね。はい。で、まあ今後の予想としてはだいたい今のような話になっていくんですけど、で人間がですねどんどんやっぱり個性がなくなっていってるっていうのはもう数十年前から私も気づいてることなんですけど、個性がなくなるってどういうことかというと、管理者にとって都合がいいんですよね。みんなオセロみたいに丸くて色が同じ形をした人たちであれば管理しやすいんですよね。個性があっていろんな考え方を持ってるとまとめにくいじゃないですか。その A さんと B さんは素直に従うけど C さんは真反対のことを言う、真反対の考え方だからその人を説得するのに時間がかかったりとか労力がかかったりしますよね。だから管理者は嫌うんですよね。それはまあ自然の法則って言ったらあれですけどね、まあ、昔からあったと思いますよ。それは私も学生の時にそれはやっぱり感じ取ってましたからね。みんな同じ格好、みんな同じ髪型、みんな同じ靴下を履いてね、靴も同じものを履いてね、 T シャツは白無地じゃなきゃダメとかね、そういった、まあ、軍隊みたいなね養成所みたいな感じでしたからね、学校はね。だから個性を消して管理者は監視しやすいような状況に持っていくっていうのは感じ取ってはいましたけどね。だからもっと今後はそれがひどくなっていくと思いますよ、黙っていたらね。だから声を上げていくっていうのが大事ですよね。で子供たちに言いたいですけど、疑問を常に持つってことが一番大事ですね。疑問を持ってその場その場でおかしいと思ったら声を上げる、偉い人でも従わないっていうのが非常に今後の時代は大事になってくると思いますね。でないとどんどん管理社会が進んでいきますよ。もうちょっとしたことでもですね、全てカメラに撮られたりとかね、情報を、その人の行動を
1から10まで全て把握するためのセンサーが街中について、あるいはスマホやね、体内に入ったものでずっと監視をされるっていうことになりますからね。そこは気をつけていた方が私はいいと思いますよ。人間らしくない生活になっていきますよね。なので、まあ、人間がどんどんロボット化していくっていうイメージですよね。で、AI も発達していくので、権力者がいて AI がいて、で我々を管理する AI が管理して、で我々自体もどんどんマトリックスの世界のようなね感じになっていくんじゃないかなっていうふうには予想してますけどね。であとやっぱりそういう薬とかね、いろんな食べ物とか医療的なものとかね、注射とかね、そういったものがどんどん発達していって、どんどん普及していって、で、まあ税金を使ってるんですけどね、税金を使って無料ですよっていうことになって、で、どんどん大衆がそれを摂取していって、まあそれがないと健康を保てない体になっていくと思うんですよね。それを受け入れたらね、受け入れる人はね、まあ我々は受け入れないんで、まあ健康を保てると思うんですけど、なので、どん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 、まあ、病弱とかね、無気力とかね、なんとなくだるいなとかね、そういう人が増えていくんじゃないかなっていう危惧はしてますね。それを受け入れた人はね。だからそういった、まあ、社会構造を、まあ、目指しているのかちょっとわからないですけどね、可能性はあると思うんですよね。権力者は管理しやすい方向に進めてきますからね。なぜならばね。これは理解できますよね。管理しやすい社会を目指して仕掛けてきますからね。で、今の政治家はどう考えても我々が幸せになるために働いてませんよね。日本の政治家は特にそうでしょ。我々が不幸になるために働いてるとしか考えられないですよね。私はそう見てますけどね。だからやっぱりおかしいものはどんどん声を上げていかないと、マトリックスのような世界ができていくと思いますよ。だからどんどん疑問を持って、おかしいことはおかしいと言って反発して行かなきゃいけないと思いますね。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。